はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴沢良治でございます。まさみ様、ガコちゃん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日と今日は涼しいですね。一昨日めちゃくちゃ暑かったですけれども、涼しいのもですね、2、3日でまた暑くなるそうですんで、皆様体調にはお気をつけください。台湾政府発表、人民軍が8月4日の午後14時から17時の間に弾道ミサイルを11発発射したと。軍事訓練だと言いつつやったらしいんですけれどもね、追加情報、ミサイルは中国本土から発射され、11発のうち5発が台湾上空を通過、海に落下したそうであります。5発がなんて読むのこれ波照間島、読み方わかりません。なんて読むんだろうね。南西の我が国 EEZ に落下、経済的排他水域ですね。ここの水域は日本の法律で取り締まれるっていう、そういうあの海域でありますけれども、中国のミサイルが日本の EEZ に落下したのは初のことだそうであります。岸防衛大臣、我が国の安全保障及び国民の安全にも関わる重大な問題として強く非難、この非常に威圧的な行動に対し抗議。副大統領に次ぐナンバー3のペロシ下院議長が台湾から離れた後に頑張ったと。11発撃つのに3時間かけて、午後2時から午後5時の間、3時間かけて慎重にも慎重に発射した。これ台湾とかね、本当に撃ち込んじゃったら大変なことになりますよ。間違って遠く飛ばしすぎちゃって、ハワイ付近とかグアムのあたりに撃ち込んじゃったら大変なことになりますからね。ご丁寧にも発射の瞬間の動画を公開。人民軍がドヤ顔したかったのかな。発射した風景、まるっとですね、発射台も映っております。ネットの反応です。俺も発射、不発なんだろう大きな北朝鮮、無駄玉、お疲れです。日本の周辺ヤバい国多すぎ、憲法改正間に合わなそうね。ペロシの移動を確認してから始めた演習、ペロシが帰ったから撃てー、ペロシ帰ったら強気じゃん。北朝鮮芸風かぶるんですけど、ゴミを投棄すんだよ、後で拾っとけ。ペロシがいなくなってから断固たる処置。台湾は中国の一部だと言いながら別の国のように攻撃してんのな。ミサイルってどこも報道してたらしいであります。飛翔体なんてちょっと柔らかめに言うのをやめたんですかね。10年前より、確実に変化してますね。ただ単にですね、人民軍自身がですね、ミサイルやぞって発表したのをそのまんま報道しただけかもしれませんけれども、朝日新聞、一発だけなら5社かもしれない。20年前はこれ書いてもさほどギャーギャー言われなかったんでしょうけれども、今なら炎上すごいでしょうね。その一発が築地の朝日の本社に当たってもそれ言えんのかみたいなツッコミは当然入ると思います。北朝鮮がしょっちゅうミサイル撃ってるせいで慣れっこになっちゃって動じない、日本人動じない全然。なんせすれたって最初の投稿がですね、俺も発射、不発弾だろですからね。EEZ に初めて着弾しても動揺しないのはいいことなのか平和ボケなのか。中国共産党が期待していた脅迫効果は少なくとも日本に対してはなかったみたいであります。
今日の日経平均は3日続伸しまして2万8000円超えました。市場は正直だな、慣れてないですね。しかも頭の上をミサイル通過した台湾人民の動揺は分かりませんけれども、少なくとも日本人は全く動揺していない。中国が台湾を武力で取るならロシアが生きてるうちって考えてんじゃないかな。ロシア死にそうじゃないですかウクライナの侵略大失敗してて死にそうじゃないですか。なんだか兵隊さんももういなくなっちゃって無理やり徴兵してるっていう噂も聞きますし、やっぱり会見はスピード最優先で9条削除、当面の間8条の後には10条11条と続くという私の提案、強固にですね、させていただきたいと思います。スピード最優先、当面の間の措置っつってですね、外国人生活保護みたいに72年も当面の措置っつって8条10条11条を続けてても全く問題ありませんから。外国人生活保護だってそうやって72年も続けてるわけだしね。9条削除の影響で齟齬が生じる憲法や法律もとりあえず黒塗りしとけば問題なしですね。諸国民の公正と審議とかそんなとこはね黒塗りしといてですね。追加情報、カンボジア開催の ASEAN で林王毅の日中外相会談が1年9ヶ月ぶりに開催される予定だったが、その時ちょうど4日午後ってミサイル発射しなくちゃいけない中国はまあそれどころじゃなかったらしく、キャンセルの申し出をしてきた中国側が。で日本も了承してお流れと。もうやんなくていいんじゃないの、2年近く外相会談やってなくても何ともなってるんだからさ。一夜明け来日したペロシ下院議長と岸田総理が約1時間にわたり朝飯会、朝食会、共同記者会見などはなく、何が話し合われたのか詳細は不明であります。来日前に韓国にちょっと寄ったペロシの出迎えが皆無だったんだって。韓国政府の、アメリカ大使館、ペロシ議長は韓国側の議典関係者、まあ、外交関係者ですかが誰も出迎えに来なかったことに不快感を表した。韓国外交部、ここ外務省みたいなもんです。出迎えに行くことにしていたがアメリカ大使館側から断ってきたなんて言っちゃってますね。ネットの反応です。また嘘ついてるなんでそんな嘘つくの信頼信用という概念がないから。韓国政府の公式発表は嘘というのが世界の常識、リッパーとされちゃう。中国が怖かったが正解、韓国面白すぎる。韓国名物、そんなことは言ってない、そういうつもりで言ったのではない。米韓どっちかが嘘ついてますけどね、まあ分かってますけれども、どっちが嘘ついてんだか。アメリカ側に嘘つく理由ねえもんね。だって来なかったっていうのは事実なんだから、盛大に出迎えて中国に怒られることを恐れたんでしょうね。休暇を理由に大統領も会わなかったらしいし、岸田総理もし休暇中だったとしてもですね、ペロシ来たっつったらそりゃ会うでしょう。ペロシは急病急死、誘拐や襲撃などで大統領副大統領が執務不能になった場合、瞬時に大統領を代行する立場、下院議長ってそういう立場なんだって。なのでナンバー3呼ばれてんですけど、ナンバー1大統領、ナンバー2副大統領。安倍政権では総理が執務不能になった場合瞬時に代行すると決められていたのは麻生副総理でした。次が菅義偉官房長官、これでワンツースリーだったみたいであります。安倍政権では、ペロシの出迎え皆無は
菅官房長官が沖縄に行ったが県庁から誰も来なかったっていうイメージですね。韓国はアメリカの州、韓国州なので、自国兵の軍事指揮権がない国を独立国とは言わないですよね。韓国軍の軍事指揮権米軍にあります。ですんで、あの完全完璧なアメリカの属国、アメリカの一地方、韓国地方と呼ばってもいいと思うんですけどね。そんで沖縄知事と県庁がですね、官房長官が出迎えを断ったので、で嘘ついた、そんな状況でありますね。岸田政権は調べたら総理の次が松野官房長官でした。その次がナンバー3が野田聖子、女性活躍担当大臣だった。絶望って感じなんですけど、なんで慣例通り外務大臣か防衛大臣にしとかないのかな。まあこれ岸田派なのかな、野田聖子ってな。というわけでですね、韓国と日本は外交しなくてもいいんだねえの。あそこアメリカの一部なんだから、軍事指揮権ねえんだから、だからアメリカとだけ外交してればいいんじゃねえかっていう考えを私は昔から持っております。新聞赤旗、いかがわしい団体は平和を隠れ蓑にすると書いちゃいまして、ネットの反応です。じわじわくるそれ共産党も同じやん。本当にその通りだよな。共産党が言うと説得力が違う。九条にこだわるカルトに言われても、お前んとこは壺の代わりに赤旗買わせてる邪教だろ、さあ突っ込んでくれってボケてんのきっとって言うんですね。お前が言うなってツッコミがやっぱ多数ありました。追加するならですね、人権や平等を隠れみのに、 LGBT を隠れみのにといったところでしょうか。きっと統一教会はですね、上手に政界に浸透していることが羨ましくて妬ましくて言わずにいられなかったんでしょうかね。カルトライバルですもんね、ライバルカルト。とある現職自民議員、統一は公明と共産以外は全部に接近してくる。この2つはカルトのライバルだから近づかないんでしょうね。統一も共産も公明も日本からデトックス対象でよろしくです。この3ついらねえから、カルトさ。自衛党の自民党の江藤誠志郎衆議院議員、まあベテラン大物ですよね、81歳。昨日あたり韓国ともしっかり連携し協調し、韓国をしっかり見守り指導するんだという大きな度量を持って日韓関係を構築するべきだなんて言っちゃってですね、竹島占領中の新生軍事敵国に何言ってやがんだって思ってましたが、統一教会に選挙を手伝ってもらっていた過去があることが分かりました。江藤さんの選挙事務所にボランティアに行った人の情報です。選挙事務所の一部屋が教会部屋で、信者たちが電話かけ一生懸命やってた。その部屋には一般ボランティアは入ってはいけないと言われていただそうであります。今81歳だそうなんで、次の選挙は85歳なんで、まあ引退でしょうね。統一に絡め取られている議員はあと何人いんのかな。81歳、じゃあしょうがねえのかな、思ったり、いやいや年食ってっからって言い訳できないって思ったり。参院選の共産党のスローガンは自由と平和なんですけど、これ主語が違いますね。侵略する自由と、もしくは共産党に逆らう者を言論弾圧する自由とか、テレビが捏造する自由であるとか、平和はですね
人民軍兵士の平和、日本を侵略したしてくる人民軍兵士が脅かされないように救助を守ろうみたいなんですね。主語が違うんですよね。こちらのデモはなんか地表とかいう労働組合のらしいんですけど、目指そうアジアの平和とか書いてあるんですけど、日本以外のアジアの平和を目指してんだな。なんでかんで救助を返させたくなくてね。左翼がやってる自称平和活動はほぼほぼ防衛妨害活動であります。利的行動、利的行為、公明党が国交省を使って推進するですね、簡体字ハングル表記は、中国と北朝鮮の人民軍が日本国内で活動しやすくするためのもの、つまり利的行為、利的行為。私はこいつらをですね、外観誘致主義者と呼ぶことにしております。昨年12月25日クリスマス、エリザベス女王の居城ウィンザー城の敷地内にボーガンを持った男が侵入、ジャスワント・シン・チャイル20歳、逮捕されておりました。8月2日反逆罪で起訴が決定というニュースね。ネットの反応です。ロビンフットかな、アサシン・クリード、こんな城に侵入するとか、ルパンかよ、カリオストロスか、名前からするとインド系、頼むよ工業警察、頼むよ。1842年制定、反逆罪第2項、女王を傷つけるあるいは脅迫する目的で武器を使用してはならないだそうで、まあこれは使わなかったんだから未遂ってことなのかな。反逆罪第2項未遂。戦前は日本にも大逆罪っていうのがあったんですけど、なくなってしまいですね、英国が羨ましいやら妬ましいやら、2007年3月14日大手門近くの鉄柵を越え皇居に侵入しようとした男1人女2人の3人組を逮捕。これまでの取り調べでは身元や動機について曖昧な供述しか得られていない。2020年5月25日桜田堀を泳いで皇居敷地に侵入した男40歳を逮捕。2020年10月19日スパイの疑いがある中国人男1名の侵入を許し、約1時間も皇居を自由に徘徊させた大失態発生。皇居警察はこの事件を隠蔽、週刊新潮がほじくって記事にして発覚と。奈良県警がっつうのしっかりしてね、皇居警察。日本も反逆罪を復活させてほしいですね。で、不敬な書き込みなんかしたら逮捕と。それでいいよ、何が悪いんだって話なんですけど、まあまあイギリスもですね、反逆罪はあるものの王室批判は許されてますね。いろんなゴシップ記事に書かれちゃったりなんかして、人らはあの人らで大変なんだなって思います。というわけで、日本改革党メール党員さん、地方議員候補大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。